強い神社が湧いちゃう、やばいやばい。逃がした、ボコスカ、ボコスカ、ボコスカ。寒気犠牲上げながら頭振ってます。ロイヤーボコスカ、ボコボコ、わらわら、おたけび、ロイヤーボコスカ、わら、おみきさん、ごめんの朝です。おき、大変なんですか、セオハンドンか何か。レースもサンダー、トリッシュに変わっていく。6時さあ、タヌキもう一回リーグ、タヌキキック選手、もう一回寝ます。日本ヤシックいきます。ロヤーロゴゴゴコスカ、タヌキックさん、また出ました。緑を教室、ノーブテイシンジン、ゲットアタチュー。ゴーって。あの靴。あ、そう。グレイさんの証言によりますと、寝てる最中に虹なりが聞こえたらしいです。耳栓しながら寝たけど虹なりが聞こえたらしいです。フェイスも第三 S。エリアル S、セイスもマスタイムで、これせんべい投げてバージルは討伐。やつのいびきどうやった？さあ、タヌキックちょっと起きて沸かして会話になりません。さあ、バイパー壊し届かない。立ちエール上げ段なんだよね、バイパーは。立ちエール下髪 B 上げ段。トリッシュ、出現済みはあの場で拒否していく。ちょっと壊し刺さる。レベル3ミスっちゃうんだけど、ごまかして。どうすんのこれ。 S、 マグイの S と判定が。さあ、タヌキックがパンツを見せていく。タヌキックはズボンをずらしてパンツを丸見えにしていく。死ねよと言われている。うひょう。朝チュン、ボコスカ、ニセパン、ババアセ、タヌチラ。タヌチラです。全裸で対戦する男。全裸で対戦する男。ナイスパス、ナイスパス。そんなことよりババアを見せろ。いや、シック、昨日はすごかったね。アイオン帰る。さあ、フェルさん、アケゴンが悪い、アケゴンが悪くて俺は勝てないと言うんで、アケゴン買います。ちょっとやめてよ、そんな。風評被害の塊やから。フェルさん、見損なった。トランクスやった。さあ、次の試合始まったよ。テイクダッシュ、トライダッシュを繰り返しながらコマックス待っていくが、空中を落ちたいためにパルスを置いて拒否。ちょっとバースタイムはこれ漏れちゃったかな。飛行エリアルでゲージを回収しながらで、パワーボノバホースからパワーバージル。これは頑張ったら落ちると思うよ。月輪ランド溜まってない。あ、地面バウンド使ったかな。さあ、着地弾が入っていって、これは素では落ちないんで、なんか工夫するでしょう。せんべい投げて、エリアルで、当たらない。兜、失踪は飛んでます。飛行。飛行解消からの素早くガード。さあ、投げるつもりないけど、空投げ。センチュリー 4MHS、MMHS 飛行、MHS、ノアパンチ、SH、GM エリアルです。なんかもっと当たらない。もう当たらない。低空ガードから反撃。普通に低空ガードから反撃したのがやばい。
さあ、出現で今 S を重ねている。ヒューマンロケットを防止する策なのでしょうかね。せんべい、あー、ディスラボだ。バルス邪魔なんだけど、あ、空投げ抜けて、さらに空投げ。何これ、何これ、何これ。さあ、しゃがみ B が出ない。さあ、ババア殴られている、ババア殴られている、やばい、ババア殴られている、ババア、ババアやばい。せんべいが、せんべいが妨害する。このせんべいですわ、これが全一のせんべいですわ。地雷が上の方に飛んでいく。空投げ、ちょっと上にダッシュして、カズマキシャンボルテージでダウン拾いしていく。さあ、気候症、これ当たんの、当たらない。マクタでごまかす。あー、これはチュンリーか、これチュンリーですわ、これが朝チュンですわ。さあ、時刻は9時44分、まだ朝です。朝チュン、朝チュン、お前ら朝チュン足りないぞ、もっとごめんなさい、コメントミスじゃ足りない。この空中パルスが本当に機能してるのかどうかしてもらうな。ファーボ、ノバフォース、朝チュンリー、うん、空投げ、クセイスもテイクダッシュ、 MH 拾い直し、 MHS。 普通のバイバーはね、クセイスもから拾うときはテイクダッシュ HS を使うんだけど、レイちゃんは MH 使ってるね。なんか理由あるのかな。あ、ノバが突っ込んでくる。これ対空で空投げ返していく。ちょっと出すのが遅かったかな。いや、広いからの MHS、 MHS 100列100しながらのセイスも第3打。S までガードされるんだけど、ローボール出てフォローしてくれて、 S 中3打、 S セービング。さあ、メガネからビームを落としたけど、デスラップはエンズボサイリック、なんか知らんけど H が当たってるね。もう一回直し、第3が入ってちょっと星高いようなセイスも回すタイム。これはせんべい投げてバージョルしてるんでしょう。あ、寝てもいいんだけどな、レイちゃん、まあ、寝てないからな。ブラスト、100列客、エッジ、裏回って、エリアル、拾い直し、うん、向こう行ってる。さあ、地上投げ、珍しい、トレーション、地上投げポーズ。これ半額でしょう。マキシアンボルテージ決まって、さあ、タヌキ君の顔を捨てていく。ギャーって言われている。俺を落としても何も嬉しくない。水ラボターが当たって、タクルス役は実は巻き込まれている。ちょっとした構えがあって、ゲダマガードできている。さあ、 MHS、 S 拾い直し、パワーをノバホースからの、これ幻影剣が入るでしょう。これ拾い直し、ゲスリン。さあ、ババア死亡、ババアマン1号死亡しました。ちょっとネブダッシュが早くて、トリッシュが食い詰めてくる。これはちょっと体力移動されてるから攻めざるを得ないでしょう。そんな寝言もなかったように中断ガードしている。俺打つても何も嬉しくないんだけど。そうそうそう。大戦線に危険をずらしていく。あ、しゃがみ C 次元山。おっと、バージルはコンボ外れてて残っているけど、さあ、テイク、見えない、このオケダウン。さあ、チュンリーがパルスに当たっていく。やっとパルスは機能した気がするぞ。さあ、3段ジャンプから逃げる。これゲージ回収率は無駄に高い。100レスが出ている。低下して低下して、これ見えない。100レス報酬高い。チュンリー強い。これがババアチームだ。これがババアチームです。これがババアチームです。さあ、朝旬来るか、踏む。エリアルかダメージは取れない。さあ、あのエーパンできた輝かしいチュンリーどこにいたのでしょうか。で、タツカブのチュンリーいましたよ。
マスカップのチュンリーは少々第100列でエヴァ来ました。よくわからんキャラでした。あのゲーム本当にバロックなかった、終わってましたね。さあ空中出したところ空投げを捕まえていく、特殊なルートを使って向かうし、二段ジャンプからゲージ回収していく。セイスボンバースダイム、ほら後ろからせんべいママが出てくる。投げる。さあ地雷を置いていくが体力を削りきれない。もちろんこれはテイダーンで逃げる。これガードはややこしい。あー技出してました、技出してました。でだから崩して S エリアのもう一回できない。レイちゃんバトだよ。さあはびばっている、さあはびばっている。レイちゃん、レイちゃんはびばっている。さあ後ろにエビさんが残っているが、これどうすんの、これどうすんの。さあ地雷があるが大丈夫。さあ目からビーム、あシードスマ来られました、シードスマ来られました、おはようございます。シードスマ来られました。ブラスターが入って、普通にショックウェーブ、ブラスターが入って対空アドバしてからの暴れ。疾走強いんだよこれ、なんでこんな上の方に判定あるの、疾走おかしいだろう。S ダッシュ S、 ハビバってる、ハビバってる、ハビバってる、これやばいよ。マンキシャンボルテージ、さあフェルさんやばい。さあこれはハイトリッシュ来るか、あ空投げうまい、見すぎやろこれ。アサシュ、アサシュ、アサシュ、ハイトリッシュ甘えすぎた。さあアドバすることすら甘いです。空投げセイスも MH、 MHS、 あーロボルテージ当たらない。 S1 段目でジャンプキャンセル勝利しちゃったかな。さあテイクダウン、これ見えないんだよ中段。普通の飛行リアルでノアパンチ H、 ワーボノバホースからのディレード原入剣。さあ次元ちょっと安定したルートを選択していく。バウンド使ってるからこれ使えない。あえー、もらったもらった、入りました。さあエリアル第3弾でダメージ稼いで、もう一回エリアル。で、いつもバースタイム。さあ、せんべい投げましたよ。さあ、この放送第4位です。地雷置いて、地雷置いて。うん。おパンを連打したのが拾っていく。これダメージ補正がかかりすぎて、返してダメージは伸びないんだけど、これどうするか。まあ、普通に戻すでしょう。もう一回コンボ行きたいんだからね。うん、マグニート普通にストレラッシュが降ってきました。ナイパンループ、おはようございます。ナイパンループ、マグニーグラビテーション、ナイパン S 割り出し、エリアルスクイーズ、足りるか足りるか、足りました。64ヒット、僕に意味はない。ザノバーのセンチュリオンを重ねていくんだけど何も分からない。セービング置いている。バーニングキック何のつもりだったんでしょうね。これそのバーニングの意図は何だったんでしょう。もらっただけど当たらない、もらった当たらない。さあこれディスラプター避けながら、この距離ディスラプター打つのはどうだったのかな。米のこの距離のディスラプターちょっと怪しかったんじゃないのかな。さあエリアで前回やって、バースタイムゲージたっぷり回収して、バースタイムまでつなぐ。マグに死ぬ。さあババアできました。皆さん大好きだが ICPO のインターボールのおっさん、イタスラテイクラッシュ、ナスラテイクダッシュ、これですわ。はい、やりすぎましたね。インターポール中断、シードスマンダブルピース、MHS フェイスも揺れ直し、外に出てなかったらもしかしたらもうタイムアウトなのかな。せんべい投げて別にエリアできないけど、なんか相打ち、多分 S か H かな。セービング、これガーフですよ。普通に拾い直せる。
このゲームマジ必要なクソだと言ってますけど、どうぞどうぞ。いや、むしろプレイしてる方としてあげてほしい。あ、なんか知らん間に、あー、やりづらい。手慣れてる。すこすこ、さすがにあの足ではないだろ。よかった、うわ、うあせあれに出れるよ。わわらわら、吐きそう、あせプラスチック名産ザコスカで、知らん間にクル投げ決めている。まあ、やっぱバルスが邪魔だけど当たらないんだよこれ。ババが2段ジャンプエリアル、フェイスも拾わしできないと思ったけど、トロヤシュカーの集団が当たっているんだよこれ。2段ジャンプで炸裂だけど、最初のフェイスもアドバスることによってガーフは免れることができます。これは倒しきるでしょう。 S、MHS、フェイスもバースダイム、このフェイスも一発入れるだけでダメージは2万2000変わるんで、あった方がいいです。さあ、せんべい投げる、ババアセビ上に逃げても空中投げ、さあ上の空中ダッシュは甘いです、上空中ダッシュ甘いです。百列がちょっと当たっている。この百列の乗り方がね、脱カップを思い出す。さあ、ローボルテージ見ないところから来た、この見ないところから旅道具飛んでくるのがブレイブルーのボランティを思い出す感じですけど、さあ、ファクター残っているマグニードとトリッシュなんだけど、これ上から降ってくるしかない。で、暗転開始できるんじゃないの。ああ、百列客、百列客は邪魔。飛び道具も覚悟的にはお互い同じようなものを持ってるから何とも有利不利はつけないんだけど、新作やりました。さあ、壊し壊し見てからスナップバックテイク、冬からの中断、8パンに相打ち取っていく、空投げ。今のはちゃんと空投げしたのか、それとも、あ、補正器よろしミス。切る必要なかったのがミスでしょうね。ブレイブルーな、なんかラグナーが思ったよりしっくりこないからな。何使おうかなって考えたな。プレイしてみて面白いと思うんだけど、ちょっと使うキャラが、まあ、決まらない。アズライルはちょっと使いました。アズライルはちょっとトレーニングモードだけで簡単に使えるんで、しかも簡単に勝てるんで、ちょっとつまんないですね、あれ。いや、面白いんだけどね。ジンも使ってます。今回結構強いと思います。ミーはいません。浮いてるうちにフェルさんが怒りの Z。 まあ、これは Z リーグです。これマグネティックショックウェーブ全然減らない。いずれもだいずれもだ削っていく。さあ、基本的にブレイブルーはカルルとレディウスとプラチナ以外は全キャラ使えるんで、でエリアルから安全交代でディレード、エリアル、ランドリーかかってエリアル。これ、ファクター入ってよかったのかな？で、ランドリー投げて、もうあれと強いと思うけど、ニューイに対してはかなりしんどそう。さあ、やっとこれは、ウェルさんが連勝取りました。ウェルさん勝ちました。ウェルさん勝ちました。バレットさん好き、バレット
ティンガーに対してもらったーで割り込んでいく。ネリウスカタカナばかしで技名覚えられません。 MHS。 さあその場が当たらない。これ端合いで当たりにくいと思います。センチュリオン MH で一応バイパー死亡で出現攻めが追っかけていくんだけど投げれない。マキシャンボーで時間稼いでアシストがレベルになりました。軽度100です。100ジャンベチ当たっている。ちょっとエリアで伸びる。ノバフォース幻影剣ゲージ現山カボトワリガントリー HS ゲスリン逆さあもう一回出現攻め。さあ皆さんお待ちかねの X ファクター3持った瞬時です。でもこれはハイタイムファクターからまあなんともならないでしょう。 3C からの Z でナメっぽい、ナメっぽい。さあババやばいです。うん、よかったよかった。アラクニは可愛いか可愛いじゃないかって言われたら微妙なとこですが、ベクトルが違う気がするぞ。100列下段当たらない。 HS 下段もう一回着地下段カボトがタジパンで落ちている。この不思議な光景。ジャンプキャンセルからのフェイスモで普通にエリアルする。何これ。でフェイスモバースダイム。仮面は寝とけ。フェイスモからジャンプキャンセル普通にテイクダッシュ。フェイスモバースダイムせんべい投げてまあ終了。爆弾発動します。セイちゃんマンのせいでクルドマブカップやめそうだって。なんで？レイちゃんマンのせいでクスルさんがマブカップやめるらしいです。食事できるところあるの？うますぎる、笑い。さすがな、田舎国民のキャッチャーへよ。知らんも100列足が当たってマグニは死にそうです。さあバーストじゃなかった。今までシーダントがぶっ放していってランドハーベスト。何も起こらない、何も起こらない。あるか。ガーキだったの買い物。また出ない。10時になって出ない。ペルサンカップのまぐれって言われているよ。なんで出ないんだよ。やましいって言ってるよ。空投げ。全人類が濁り出した空投げ。ペルサン頑張れ、応援来てるよ。そろそろ朝中の時間じゃなくなってきてるな。そろそろね、ちょっと早朝じゃないかな、もうそろそろ。団
さあ、鬼の足が速い。獣なのですか？違います。ビール直し、バースタイム100です。エース、もう一回リアル。エースもバースタイム。ギリギリ死にました。もう前田 IP から足が繋がらなくなっていく。これがレイちゃんパワー。でもラクーンは可愛いですね。でも男性のレイジンはラクーンの世界に引っ込んじゃうんですね。二段ジャンプからリアル。レイちゃんがいるなら正解に言うはず。これですか、2SH。二段ジャンプ。エースも。ワースタイム。懸命投げる。さあ、これ上に逃げるんですけど、モラッターが入って何もキャンセルリエクスペースも俺ですわ、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 俺ですわ。いや、ひょっとしたら波動コマンド見せるかもしれないから、バリゴンしていいと思うよ。ババアニメの共演。さて、いつも。僕にリアル行こう。オイルチェイス、ノーパンチ、エス、ワーブのバフォースからのバージョリオブ。次元山カブト、ダントリー HS、ゲインスリンジャス、知らないからもう一回ハイタイム。一節では日の1時間。ここから投げる、ノバ出てくる。さあ、上を取り合う。おばさんだった、お姉さんだろ。で、普通のエリアなんだけど、これあんま減らない。右上のバカッチ、一節では2年とも。さあ、ダウンウェイチやギランとマキシャンボックス、そういう人の絵から2ターンが取れるようになりました。に反応したら気まずくなるから、ここでもやめてやれ。配信始まります。ミヤシックさんの嫁だよ。で、キックからもう一回入る。マグニに当たる。空中ヒットからいけるけど、飛行賞が減る。交渉高い。さあ、みんなチュンリーさんの時間ですよ。アクアカナダ飛ぶらしい。昇竜拳。このノバのジャンプ B 結構上に強いんで、バジラ落とすところでいきます。さあ、もう一回パワーをバジル。今度は次元ラントリー HS ゲスリン客、死ぬでしょう。死んだ。ゲスリンの保証は高い。ノバ上から降ってくるけど、バックステップに逃げる。パルス、この位置にパルス出す。それが上に逃げる。だからジャベリンがあるんで、ね、高飛び対策はかなりできる。このノバというキャラ。サイレントギック、チャンジじゃなかった。なんだっけ、ステッドキックだっけ、覚えてねえわ。高い位置にパルスを出していくのがプレッシャーの対策になっているんだろうか、私には分かりませんが、まずバールスでしょう。エスパイク、ちょっと安いエリアだけど、状況を作りがちょうどいい。普通にマキシャンボルテージ使ったエリアで行って報酬が入る。この報酬が高すぎてやばい。出る。ポリッシュ S100 列であえて、もう一回拾うし、マキシャンボデージの保証高くで減る。わあ、おじいさんです。100で100、どうする、ガードしている。バックターでひっかり返すけど反撃できない。100列で耐える。この100列の使い方、パスカップを無駄します。さあ、リスラブタイプ性でチュンリの体力は4分の1減っている。さあ、残ったのはチュンリだけ。どうする、これどうする、これ原因3本ある。あー、これはそのままスクイーズいっても勝てたんだけど、とりあえずエリアル。あ、フェルさん勝ちました。フェルさんアーケードコントローラーを変えたら勝ちました。おー、フェルさんかっこいい。お前らツイッターでフェルさん最強と書いとけよ。バーニングキックで、ノバがもう一回上の方に張っていく。上から全員のカブしていくノバに対して、バイパーは地上で様子見ている。まあ、多分これ上の取り合いになるんじゃないかな、細かく。
100列でバリア張って、清掃でノバを本体から叩きに行く。マーニングで時間使って上を取る。もらったが空振りするけど、ザパルスがでかいのを打って、対空空投げが入る。ノバ戦は対空大事なんで、みんな対空空中投げは練習しておきましょう。ヤクルト第3弾のメージ稼いで MHS がちょっと高すぎて当たらない。でででゲンゲゲンセビング止めて、さあヤツハフさんがいびきをかいていますが、エル最強、はい、やつさあノバフォースぶっ放していく。当たるわこれ、あるよやつ、あるよやつじゃないよ。さあジェットババアが起動しました。ファクターダークチュンリーです。ダークチュンリー ICP 用のダークチュンリー、あーっと空投げ、これもあるよ。ミスらなければ、ミスらなければミスった。あー何それ、ミスらなければ。さあメガだ、懐かしいが飛びました。三大 K、 三大 K、 フェルさん失望した。ヒルチューンさあフェルさんお前らうるさいって怒ってるよ。 MHS、 MHS に何ジャンプ。さあ合成に M を2回入れていく。バースタイム、フェルスのバースタイムでこれはせんべい投げるでしょう。ハイジャンプからエリアへ行ってちょっと減らない。さあノバの体力の90万っていうのが微妙に高い。ノバフォース暗転重い、暗転に暗転重ねていく。ハーベストが出せない。さあエビが地面に落ちてくる。最終弾を伸ばしてガフはまだ流れるけども、拾い直しでこのバージルというキャラ絶対許さない、絶対許さない、めっちゃ許さない。マイク近いから、すいませんね。さあ音量を調整してもらうとして、とりあえずマグニードが出てくる。これ見えない、だからこれ1回じゃ倒しきれないよ。百列が絡まってマキシマムボルテージ。さあラントリ投げるんだけど届かない。百列引っかかって普通にエリアルマキシマムボルテージで終了。さあフェルさん勝てない。フェルさんが勝てない。やつの響きがうるさい。まあやつ寝てます。そんなんどうでもいいんですけど、振り向きラウントリーが入って、あともらったあー S、スライディング、上から振る、上から振る。百列高まってチュンリーが飛んでいっている。ガーキャン発動して、さあ反応して砂場すればよかったんですけど、なかなか難しいよね。レイちゃんそろそろ、そろそろネモちゃんマン行く。ネモちゃんマン、ネモちゃんマンがレイちゃんウォンがいらしいよ。ネモちゃんマンがあのジャスティン・レイがいらしい。ジャスティン・デイ、さあスライディング触ってスライディング出し台、トリッシュの空対空。ああマキシマンボルテージ当たらない。コーランのバフォースでしょう。エナジージャベリンに、こうエナジージャベリンに砲翼線が当たって
ジャンプキャンセルからコンボ。これもかチームやる。ノーは許せません。あ、お願いします。レイちゃんの何が強いの？全部。さあ、ショックウェーブ、対空。あ、なんか当たってるよ。アドバ早かったかな。まだ振ってなかったもんね、これ。まあ、空対空からチュンリーが取っていく。この速いジジイに対して、レイちゃんが当たる答えは100です100。あ、でもこれ知らないよ。絶対見てるか。百列時間を上の方で使っていく。転生スプリング。さあ三段ジャンプからの転生百列で時間を使っていく。さあタヌキックは見てそれを笑いしている。アドバイに対してもダッシュを的確に差し込んで。見てください。あー、ここで保護翼線が暴発してしまう。あー、半額ね、優しい、優しい。これだ、これだ、これ、これですわ。これですわ。エルさん優しい。じゃあそろそろネモちゃんマンよろしいでしょうか。ネモちゃんマン来るか。リベンジの機会を。リベンジマッチやる？切実。99万。エルザコスギ。わらわら。め飯食う人数だね。はい。食べる。かわいそうなのでやめてあげて。ダメだな。なんか別の方法なんだよね。うるさい、ガイアうるさいよ。おー、ありがとうございます。